ポール・ルイは、フランス、ブルターニュ地域圏、県、モルビアン県のコミューン。ポール・ルイ周辺の歴史は常に他に例えるもののない、自然に調整されてきた。西側をブラベ川が、東側を行ける川が、町全体を覆うという、独特の地形にある。ポール・ルイのある半島は海に向かう、砂浜の海岸、港の土が堆積する側に突き出た、河口岩質の突端である。 半島の一番高い場所には、海から容易に行け、干潮時には、干潟となるが満潮時には、岩が波に現れて危険になる。ラルモルイコールプラージュから眺めた、ポール類町はかつて川の名と同じブラベだった。現在のメイポール類は1618年からの、もので、要塞都市を作ろうとした、類13世にちなんでいる。ブルターニュ知事で、野心家のメルクール公 フィリップ・エマニュエル自身がスペインと同盟し、町は1590年から1598年までスペイン軍に占領されていた。テルシオの司令官であったフアンデ・アギラが占領地ポール・類の防衛にとどまり、実際にはクリストバル・デロハスが呼ばれ砦の工事に着手した。スペイン側はフエンテ・デル・アギラと名付けて砦を増強した。 要塞は17世紀前半に半ば取り壊され、1642年にようやく工事が終了した。すべてが壊されたわけではなく、砦や壁、橋脚や兵舎は残された。ポール・類要塞は港の防衛の重要な要素となっている。フランス革命時代には王家にちなんだ名称が共和国政府に嫌われ、ポール・ドレガリテやポール・リベルと改名させられた。 第二次世界大戦中、ポール類要塞は刑務所として使われ、レジスタンスの拷問と処刑が行われていた。ありがとうございます。